小沢さんの特徴的なこと彼が最初に世界でやったもう一つのこと、えー、それは、えー、コンチェルト競争曲をするときに指揮者をマシンで見てずっと睨みつけたまま振るというこのスタイルは、えー、小沢さんが初めてです、えー、それは東,東洋の神秘じゃないですけどもやっぱりあの海外の特にヨーロッパアメリカではあのそういうのって何て言うんだろうなあんまないですね だから例えばそのこう居合とか何だろうなそ東洋的な神秘なものとしてあの受け止められてたってましたね特にそのまあもちろんソリストの,その個性にもよるんですけど特に僕が強力に覚えてるのはそのロストロポーヴィッチさんねチェロのあとあの日本だと堤剛さんあとピアノだったらマルタ・アルゲリッチさんとかねもう本当に小沢さんはずっとソリスト見てました。 くくっつくぐらい見てそれであの彼の得意の斎藤指揮法でだから僕らはその,その指揮を見ていてやってるだけでその一番競争曲として出なきゃいけないこう音が出ましたねタイミングもそうなんですけどそのニュアンスねその粘りがあるのかさらっとしているのか短いのか硬いのかそれも全部その小澤さんが そのソリストと一体になっているという。で、これはですね、あの、多分クラシックだけじゃなくて、いろんな世界にこの式のやり方とか波及していったのを、なんか覚えてます。だから、それがバレエの式であったり、オペラの式であったり、それまでの概念がだいぶ変わりましたね。で、あの、それまではね、そのオペラとかバレエとかやるときには、あの複式者っていうのがいて、表の指揮者が振っているときに、それを見ながら。 こっちで合図出してる人とかいたんですけど、まあ、その映像とかもああのその辺りからこう発達しだして小沢さんの指揮画を直接見ていてオペラを振る合唱を振るとかいうのもあってそれでその若い指揮者なんがすごくそ,のそれを取り入れて演出家なんかもそれですごくあのそ,そこに興味を持ってなんか世の中全体がゴロッとこうその潮目が変わるっていうか。 そんなあのことがあったっていうのを私は記憶しています。そこもね、あの小沢さんはもちろん斉藤式法人なんですけど、それはじゃあ斉藤の式法の式者がみんなそうかというとそうじゃないですね。あのこれはいいあのいい意味でそうではない。やっぱりそれは小沢さんの個性であるわけですよね。そのなのであのそれをその世界にこう知らすめるっていうんですか。その一つのニーズ新しい価値観っていうのが世界の常識になっていったっていう。 の小沢さんの非常に大きな功績だと思います今はねあの世界中の人がそ,その感覚っていうのはもうすでにあって何だったらそれが斎藤秀夫とか小沢誠治から始まったものですら無意識でやってるあの若い世代の人は多分相当いると思う逆にそのアンチ小沢とかねアンチその斎藤メソッドってそれもねまた逆にその斎藤メソッドと小沢誠治がいるからその,るのそのアンチっていう概念も奪えているわけで。そのアンチいう概念も小沢誠二 斎藤式法の産物であるというふうに考えると、この世の中全体を非常にあの豊かなものにしていると僕は思っています。そんな話でね、あとはみんな皆さんビデオとか音を聞いてね、あの五感で小沢政治を味わってみてください。もうね、あの最後の頃はもう世界の小沢なんて言われてね、もうあのあ同じぐらいのスタンディングオベーションを見ようと思ったらもうあの 皇居に行って天皇陛下の新年のご挨拶じゃないと見れないみたいなもう絶叫でしたけどね最後の方はねですけどそうじゃないあの本当に黙って静かに演奏してる小澤征爾そこにもねあのそんな時間も皆さん作ってみたらいかがでしょうあの、ね、友人なんかと一緒に見る家族で見るあの親子で見る気の合った人と見る何でもいいんですけどもなかなかあの いいですよその時代感後ろの景色なんかファッションなんか髪の長さとかもね見ながら見ていただいたらまた何かあの懐かしいと思う人もいるだろうし、えー、逆にすごいイケてるなぁと思う人もいるかもしれないまああのついてて申し訳ないんですけど「ノツチャンネルの」の、うんえー、チャンネル登録とコメントグッドボタン等も併せてよろしくお願い申し上げます。うん